どもの純粋な心をテーマにした多くの絵画、画家高文光三さんの作品です。女性の心を持ち男性として生まれました。独特の感性から生まれた作品をジュエリーのコンセプトに、画家ならではの美意識をデザインに封じ込めたフェリス・コシネルです。その高文光三さんがこの方なんです。今日初めて登場で、皆さん方に初めてデビューのジュエリーをご紹介してまいります。大活躍の画家でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。タイトルがまたすごく素敵ですね。そうですか、はい、ありがとうございます、はい、フェリス・コシネルです。はい、はい、ではその意味合いは後で、はい、ナビゲーターはこの時間田代です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆様、今月号6月号の番組ガイドの中、ここをチェックなさいましたか。今からご紹介、高文さんの絵をもとに、その絵からイメージが膨らんで、そして出来上がったジュエリーですから、もうそれぞれに意味があるんですが、をご紹介してまいります。ではラインナップが、高文さん、はい、全てなんですけれど、高文さんはもう画家として大活躍で、私高文さんの絵が大好きなんですね。あの一番近いところは銀座でね、個展もなさいまして、ね、はいはい、非常に、あ、もう絵が出てまいりましたが、 ありがとうございます。テーマが大体子供。そうですね、私はもう主に子供を中心に描いていまして。そうなんですよね、はい、でそこにその子供と、じゃあ何が来るかというと、まあ、いろんなものが来るんですが、あとテントウムシ。そうですね、テントウムシも子供の時から大好きで、なんか絵によく取り入れているので、そうなんですね、今回、はい、ですから皆様、このジュエリーの必ず裏側にはテントウムシの刻印、その刻印があるということは、フェリス・コシネルの、フェリス・コシネルの証であるという。そうです、フェリス・コシネルのジュエリーには全てテントウムシの刻印をつけさせていただいています。さあ、これがまずは最初、はい、番組ガイドにも出ていましたね、素敵でした。チェックなさってらしたお客様、これはどういう思いからですか。はい、こちらハート型に見えるんですが、はい、天使の羽というのは後ろから見るとハート型に見えますよね。そうですよね。そうなんです、その天使の羽をイメージしたんですね。あ、はい、ということはハートでありますが、はい、でも実は天使の羽なのよと。そうなんです、はい、このバチカンの部分のダイヤモンドは太陽を表現してまして、はい、そしてそこから鎖によって、はい、未来の光が、太陽の光が未来の光となって注ぎ込んで、天使の羽を包み込むっていう、ちょっとロマンチックなイメージで。なんか、そしてそれを身につけている私たちにも、はい、その輝きが、希望が、はい、夢がたくさん降り注ぐような、はい、この真ん中のブルーサファイアは、はい、幸せの青い鳥を表現してまして、はい、身につける方にいっぱい幸せが来るように、思いをたくさん込めれるだけ込めさせていただきました。ちょっとご覧いただきたいものがあるんですが、はい、あの高文さんのこれ元がどういうふうになっているかと言いますと、はい、ここをご覧いただきましょうか。これがまずドローイングですね。そうですね、はい、どっちこう向けていいですか。 こちらですね、こうですね、はい、ちょっと持っていただいていいですか、はい、ごめんなさい。そしてこちらにはこうです。そうですね、はい、まず先ほどキャンバスの絵が映ったと思うんですが、あちらの絵をモチーフに、私がこのジュエリードローイングということで、ジュエリーにどういう風にするのかということで、この絵を描いてます、ね、まずこの絵、これ高文さんの絵で、はい、そうです、こちらですね、非常に有名な絵です、はい、この絵をモチーフに、これをジュエリーにするとどうなるのかなって自分なりにいろいろ考えまして、デザイン会議を重ねて、その次にできたものがこれなんです。そうなんです、ね、そしてそこからじゃあデザインを起こすとどうなるかというのが、このデザインが、はい、こちらをね、ですから元はあの絵なんですよ ね、 すね、高文さんの代表的な絵、あの絵をギュッとここに閉じ込めたのが今回のこのジュエリーです。私高文さんの絵は大好きなんですけれど、でもその高文さんの絵を背中に担いで、はい、胸元に背負って出かけるわけにはいかない。そうですよね、かなりおかしい人ですよね。でもジュエリーならばそれができるわけですから、なのでなんですね。それから専用ケースと、あのもう高文さんは関西ご出身で、はい、そうです、です、はい、で関西の方でももう大変に有名でいらっしゃるんですけれど、あのあ映りましたっけ、もあの専用ケースと、それから、はいはい、これが全てについてまいります。そうですね、こちらに、はい、こちらフェリス・コシネル、フェリスはスペイン語で幸せ、コシネルはフランス語でテントウムシという意味なんですね、はい、テントウムシにちなんで、皆さんにお届けするこれ手書きのサインなんですけども。そうなんですよね、はい、全部一点一点で、必ずテントウムシはね、お届けのものによっていろんなとこ飛んでますから、す楽しんでください。私のはここ飛んでるわみたいな感じで、一人一人に、お一人お一人に心を込めて、はい、もうすでにラインナップの段階でお電話を頂戴しているようなんですが、皆様もう本当に高文さんの絵というのは、どれほどたくさんの方々の心を癒し、どれだけたくさんの私たちのその
皆様が、はい、買ってくださっていらっしゃるかなんですけれど、その絵をジュエリーにすることができればというのは、一、ね、人二人が思ってらしたことではなくって、私どものバイヤーももちろんそうなんですが、そうです、そういう声をたくさんいただいたのは本当にありがたいんですけれども、なんとかこういう形になって、お届けすることができる。揺れるでしょ、ここのチェーンで。それがすごく素敵で、またリングがいい感じで。そうですね、ペンダントチェーンは割とまっすぐとしたハート型になってるんですが、リングの方はちょっと角度をつけてるんですね、はい、そうすることでセットアップでつけた時に何かリズム感のようなものが出ればいいなと思って、つながりますし、流れる感じがありますよね。そうですね、ちょっとずつ少しずつデザインを変えてるんです、はい、そうなんですね、はい、お電話頂戴しています。皆様ありがとうございます。リングとペンダント個性的なデザインですので、はい、全てを同じにしてしまうとちょっとくどくなるかなってイメージがあったんで、はい、この作る段階でイヤリングピアスはこういう風にもうそのもののサファイアから羽が生えてるようなイメージ、そしてでも絶対に外せなかったのはこのグラデーションです。不思議なのはそうやってお話を伺って見ていますと、本当に天使がふわっとこう舞い上がっていくような、そうですか、天に向かってそういう風に見えてしまいますよね。ハートとは見えない天使が、そうです、天使の羽が本当にそういう風に見えてしまう。すごい、話を聞くまでは、ハート型のジュエリーねって思われると思うんですが、はい、こうやってコンセプトを私がお話しすることで、あ、天使の羽だなっていうことと、そうですね、そういう思ってつけてもらうとまた全然違うと思うんです。そうですね、はい、見えてきますから、そのように。そうですね、さあこれはルースが共通となりますので、イヤリングかピアスかどちらかがソールドアウトになったらば同時になんですが、これチェーンで下がってるところも素敵だし、サワイヤが一段と高い状態でセッティングされてるんですね、はい、そうですね、耳元の高い位置でセッティングすることによりまして、いろんなサンプルを作ったんですが、この形がやっぱり顔の耳元をすっきり見せて首を長く見せたので、一番そうですね、ここのデザインはやっぱりチェーンの長さとかいろいろ試して、試行錯誤でこれに決まりました。ご注文頂戴しています。よかったです。ということはその天使は耳元につけても、私の方に舞い降りてくるんですね。来ます、必ず来ます。うわ、なんか人生って諦めなければ必ず願いって叶うと思うんです、はい、そういう思いをやっぱり絵で表現して、コブンさんもそういう気持ちでずっと生きてきてらっしゃいますものね。そうですね、さあ続いてこれがまたいいんですね。これも天使の誓いシリーズからです、ご紹介なんですが、はいはい、私チェーンでね、迫ってますでしょ、天使の羽が。そうですね、天使の羽がこうチェーンでどう表現すればいいですか、そういうふうに申し上げてもいいでしょうか。そうですね、がすっごく好き、この先ほど の未来の光が降り注ぐ様子をこのチェーンで表したかったので、やはり先ほどと同じようにチェーンは欠かせなかったんですね。この、遠くから遠目に見ると肘型に見えるこのラインが胸元をすっきり見せるんですね、はい、やっぱりデザインを楽しんでいただくとともに、やっぱりコンセプトも石も全部楽しんでもらいたかったので、デザインにもこだわった。これもサファイアを、サファイア、ごめんなさい、ハート型をダイヤモンド、周りの地金のハートは、天使の羽をイメージしています。見える、羽だ、天使の羽ですね。こちらにももうご注文頂戴してるんです。アクリル絵の具を薄く溶いたものを薄くフィルムを重ねるように、これアトリエですね。そうですね、アトリエですね、はい、これが天使のちょうど描いてるとこですね。でもそうするとアクリルというのは油絵のようにこう重ねていくことができる、重ねることもできますね、水彩のようにもできるし、油絵のようにも描けるのがアクリルの特徴ですね。ここ素敵なんですよ、皆様。ありがとうございます。もうでも高文さんはもうとにかく画家になるということは夢だったわけですけれど、ね、でもそこまでにもうご自分の理想とする絵を描くためにいろんなことを経験なさって、ね、まあ、ご自身のね、その生まれ生い立ちそのものがもうドラマティックである、そうですか、あるし、なんかね、ミーティングの時もいろいろねお話ししたんですけれどもね、はい、見せてくれるんですね、真ん中にモチーフがないんですね、モチーフがちょっと下のところに来ることによって指をすっきりと長く見せてくれるんですね。これも素敵なんですよ。そうなんです、透明感の高い石で、なんだろう、ジュエリー、あ、お電話やっぱりたくさん頂戴してますが、これ持ちますと随分と地金をしっかり18金を使ってくださってます。と言いますのが、持っていてずっしり感が、私たちいろんなジュエリーを触りますから、あ、そうですね、ずっしり感はすぐもう持った段階で分かるんですね。そうですか、ありがとうございます。これもずっしりくるんです、はい、お電話たくさん頂戴していますが、そして色合いがないということはダイヤモンドと地金でしょ。そうですね、この2色で表現したかったんですね。そうなんですね、はい、これは絵の部分では未来の光、先ほどはサファイアのイエローのところで表現したんですが、はい、未来の希望の光、ひまわり色を今回地金で表現して、太陽の光を真ん中の幸せ色のダイヤモンドで表現しました。あ、幸せをギュッと閉じ込める、逃がさない、逃がさない、はい、逃がさないんだ、お電話たくさんです。皆様にちょっと一言メッセージなどもおっしゃいます。はい、絶対私のジュエリーをつけて前向きに、やっぱりこう諦めないで、いろんな方がやっぱりいろんな思いで
いい時もあれば嫌な時もあれば、そういう思いをやっぱり私のジュエリーをつけることで、なんか今日は幸せだなとか、うん、今日はいい気分だなって、ね、ジュエリーで気分転換なんでいいですよね。頑張るとかね。そうですね、ダイヤモンドに負けない私になろうみたいな、はい、そうですよね。そう思っていただけるために、いい石をやっぱり、石にもこだわって。でもこれダイヤモンドをここまで 0.28 ケラットも使ってるんですね。そして地金はこんなでしょう、こんなでしょうって、皆様いろんな角度からご覧いただきますと、たっぷりというのがよくお分かりいただけると思うんですが、で指長くフェリス・クシネルの意味は、フェリス・コシネルの意味は、フェリスはスペイン語で幸せ、そしてコシネルはフランス語でテントウムシという意味で、幸せのテントウムシ、身につける方すべてに幸せが舞い込みますようにという思いを込めて名付けさせて、もうバイヤーさんともいろいろあれでもないこれでもないって言って、そうなんですよね。ですからもうとにかく、ね、今回これをコウムシさんといえばもう、はい、テントウムシと子供っていうのは欠かせないわけで、はい、そうですね、大好きですね。今回複製画もついてますので、はい、こういうふうにちょっと家に飾っていただけるように、私のメッセージ、そして直筆のサインをつけさせていただきました。そうなんですよね、はい、もうコウムシさんの画家としてのご活躍というのは本当にもう様々なところで、恐縮です、ありがとうございます。ご活躍してらして、そのコウブンさんの絵が、私も一番最初お会いした時にコウブンさんのこの絵がもうこれが欲しいって言ってね、言ってくれましたよね。最初お会いした時にすごい嬉しかったです。私、そうですか、もうなんて幸せ、はい、でこれテントウムシいっぱいですけど、そうですね、これが複製画として皆様のお手元に届きますので、はい、そうなんですよね、それが原画です、はい、原画、今原画でした、はい、で、これが複製画ですね、原画のテントウムシが、はい、また原画もこちらの複製もそうなんですけれど、全部テントウムシの表情違うんですもんね。そうですね、右につけたり左につけたり、お一人お一人になんか違うものを届けたいと思ったので、それと絵の方も、そうですね、絵も、はい、そうですね、その個性なんですね。よく見ると、そうなんです、今ご紹介しているこのジュエリーになった絵なんですけれども、こちらもやっぱり少しずつ、そうなんですよね、はい、でこちらなんですけれど、こちらは今妖精の祈り、はいはい、こちらは妖精の祈りですね、今出てる絵は、これは人形ですね、あ、ごめんなさい、これちょっと違います、この絵じゃないですね、今これは人形、この後ですから、そうですね、はいはい、この鏡面仕上げ、艶のあるところと艶消しなところがあるんですけれども、はい、これは人生の明暗、やっぱり先ほど言ったように、生きてればいいこともあれば悪いこともある、そういう中でいろいろな、一人の人間の中のいろいろな面を幸せで閉じ込める、そういうイメージなんですね。これも天使の羽に見えるんですが、そうですね、これは天使じゃなくて妖精なんですけれども、あ、妖精、はい、アラベスクのようなちょっと、ヨーロッパ調な、はい、中世の、先ほど紹介でも言ってもらった、ここが羽でいいですか、そうですね、こちらは妖精の羽ですね、羽ですよね、はい、そうですよね、はい、もうだんだんと見えてきましたね、あら、だんだんとね、上級者になって、はい、上級者になってきましたよね。ここまで個性的ですので、はい、ぜひジュエリー上級者の田代さんのような方にもつけていただいたらいいかと思います。いや、私はあれですけれど、目だけは超えてるんですね。いっぱいたくさん見てらっしゃる。そうなんです、目だけはすごく超えてるんですが、はい、もうジュエリー大好きとおっしゃる方々に、はい、お客様方にぜひつけて